覚千金も有名じゃないで。あなたが望むなら共に参りましょう。任せて。一緒に遊びに来てまで仕事？もう。入ってくれ。暑い中ご苦労だった。もうすぐ会議があるから手短に話そう。この間言ってもらったブルーウォーターアイランドに再度向かってほしい。そうだ、付近で巨大な信号が見つかり、その信号がほんの少しだが移動しているんだ。海中だから波の影響を受けたり、地殻変動が起きたりした可能性もあるだろう。もしくは水中にいる生命体の影響かもしれない。探知をしても正体がつかめない状況だ。念のため君に確認してもらいたい。おそらく大した問題はないだろう。確認が済んだら冷たい海で涼んでくるといい。ああ、出口は一つしかなく、周りは海で囲まれた島だと聞いている。地上で一番安全な場所だと言っても過言ではないだろう。突然海から海上ラプチャーのようなものが飛び出すはずもない。それにこの間言っていただろ、ブルーウォーターアイランドにもう一度行きたいと。これでビーチに遊びに行けるわね。え、それって上層部が休暇をくれたってこと？今までご苦労だった指揮官、海に行って休んできてくれ。カウンターズも全員連れて行って休ませるといい。上官の命令だ。荷造りをしてきます。出発はいつ頃を予定していますか？
わかりました。水着を持って、あ、炭酸水もたくさん持っていかなきゃ。私も水着を持って、浮き輪も持って。ネオ、その逃げ用の浮き輪、私にも貸してくれない？ダメですよ。これは火力の道を歩む者だけが使える専用の浮き輪なんです。ケチなんだから。とにかくついに私も海に行けるのね。楽しみだわ。よう、準備完了。海行く。もう連絡したの？早いわね。他には誰がいい？話は全部聞いたのじゃ。この間大体のものは作っておいたからの。荷物は少しでいいじゃろ。そうですね。でも念のため使えそうな薬品は持ってきましたよ。ドキドキしますね。今回もみんな頼むで。ああ、多いわね。この間行ったメンバー全員で行くの？違う、シュガいない。そうですね。どうしていないんですか？よろずや仕事。なるほどね。じゃあメンバーはこれで決まり？え、他にもいるの？一体誰が入ってもいい？急いだつもりだけど遅くなったわね。連絡ありがとう。海中で見つかった信号を追跡する任務よね。ついに正式な任務として海に行けるのね。そうでしょ？ん？何か問題でも？それはどういう意味？そう、でも関係ないわ。大事なのは私たちが役に立つことを証明できる仕事が来たってことだもの。だからイージス部隊もお供するわ。